とて焼きを食べ食べ歩こうということでとてはしごのコーナーついに来ました。はい。さあ塩原温泉とて焼き現在7年目のシーズンということでねもうだいぶ定着してきたグルメですよね。と、え、て、ー、焼きとは那須塩原市産の牛乳と卵を使いラッパ型でねにで作ったものです。 えー、温泉街を走る土手車についていたクラクション、ね、それがまあラ,ッパ型、ね、ラッパということでその形を模してということで、えー、なってますが中身具材についてはお店のオリジナルということでこれからね1軒ずつ紹介していこうということなんですが、はい、さあその1軒目です。今日は 塩原物語館のとてやき、写真もご用意してますので、どうぞ、こちらです。ちょっと、あの、取材用に。大サービスの森になってます。さすがにね。ちょっと、サービスしちゃってよ、とか言って、<laughs> こ、これは。あの、栃木弁でいうと、こでっちりって感じ。なんですけれどね。はい、えー、塩原物語館は。 野菜の直売所を併設している観光施設ということなんですがまあ,あ、ね、やはりとて焼きの中にも野菜というのを何かテーマにできないかということで、うん、えやっているのがそしてオレンジ色、まあ、黄色といいましょうかね、えー、こちらの色。 何の色だと思いますやっぱり野菜だから人参、うん、さすすすがででねね、うん、そうなんです、ねえー、ソフトクリームのー材料のところに人参、まあの、まあ、ジュースといえばいいかなジュースを入れて、えー、作ることによってあ果汁果汁じゃなくて何ていうの果汁でいいかな <laughs> <laughs> 野菜ジュースのね、うんえー、が入ったような形となっていて。 で人参って言うとどう？え？もしかして僕人参嫌いだからって思うかもしれないんですが、んうん、とても美味しいんだよ、ね。合うんだよ。甘みがしっかり出ますので、うんうん、ねこの色と甘みとね。そうでもちゃんと人参ではあるよね。うん。ね感じられますよね。うん、はい。 まとてもとて焼きね。今後紹介していく中。では一番シンプルなパターンではありますが、ま、うん、ソフトクリーム状のとてというのは塩の物語感だけということでね。うん、まあこれから暑い季節にはまあ、量をね取るという形でもお召し上がりいただけるのではと思います。えー、伊達はしご。この後全部で13店のね。お店を紹介していくことになります。どうぞお楽しみに。